久保さん。めちゃめちゃ画質綺麗じゃないですか。ということで、えー、僕はですね、対抗して、これだけ一眼で撮ってみようかなと思います。しかもね、音声と、音声こっちで撮ってね、音声別撮りですよ。久保さん <laughs> ね、音声別撮り。どうすかねちょっとボケてんじゃないですかいつもと違う。 顔に標準当たってるんで、こっちボケてますよね、ここ。久保さん。いやー、でもね、みんなね、なんかあの、いろいろと、でもね、なんか久保さんがやたら画質が綺麗だと、あ違和感しかないですね。違和感しかない。<laughs> マジで違和感しかないですね。なんか昭和からいきなり令和になったんじゃないかな、みたいな。で、今回のテーマは、あの、うーん、 画質を良くするより、人生の画質を良くしろっていうね。画質を、カメラの画質を良くするより、人生の画質を良くしろと。まあこれは何かっていうと、えー、っと、人生の、まあ、相馬さゆしさんのね、人生60か年計画みたいなのあるんですけど、要は、まあ未来ってわかんないですよね。どうなるか。ただし、わからないこそクリアにした方がいいと思うんですよ。 それを鮮明にイメージするっていうところでまあこれはまあ結構僕不思議なことを久保さんもまあ体験してると思うんですけどたいその鮮明にイメージしたものってまあ,あのこれちょっとあの一般の人はわかんないかもしれないですけどほとんど手に入れてるんですよ僕。鮮明にイメージしたものって頭の中で鮮明な画質が映像が浮かんでるものってほとんど手に入れてるんですね振り返ってみると。 これね、すごく不思議なことで。で、実際、まあ直近で言うならば、この BMW も、実はこのね、BMW を買う、買ったんですけど、これもね、いろいろね、手に入れるまでの <laughs> 不思議な現象がめちゃくちゃあって、ちょっとびっくりしたんですよね <laughs>。うん。まあそれ話長くなるんで割愛しますけど、なんだろうな、一回手離れた、一回 一回手離れた、うんん手離れたというか、なんだろうな。僕の元に来るべくしく、来るべくしてきたんじゃないかなっていう、ちょっと運命を感じた車ですね。うん、それはまあ、いつの日か話してもいいんですけど、長くなるんでね。<laughs> でちょっとびっくりですね。まあ、GT-R34 に関してもそうなんですけど、いろんな偶然が出会ったりとか、なんかね、まあ、久保さんもね、ナイトライダー2000とかね、あの、買ったりとか、 多分まあ今まで色々不思議な現象を体験してると思うんですよ。昔の自分だったら絶対手に入れられないものが今手に入ってるじゃないですか。それって昔考えるとまあ手に入らないものなんですよね。昔の今は手に入らないんですけど今は手に入ってるわけですよね。うんなんかこれってあのー、未来を手に入れられる人って多分ですよ。 多分なんですけどあのー、もう鮮明に鮮明なんですよでも多くの人ってどうせそんなの描いたところで無理だろうっていう感じなんですよでもこれは肌感覚ですけどうまくいく人ってそんなのどうでもよくてもう頭の中に明確的なイメージ鮮明な画質っていうのが自分の将来像っていうのが描けられてるんですよ で、これをもっと現実的な社会の現実的な話で落とし込んでお話しすると、単純にあの設計図なんですよ。単純にその設計図がある人とない人じゃ家を建てられる確率ってどうですかね。もちろん設計図があったとしても、お金の問題とかね、大工さんの問題とか、あとは災害の問題とか。 気候の問題とか、いろいろな問題で設計図があったとしても、その家は建てられないかもしれないです。ただし、設計図がある人と設計図がない人では、うん家が建つ確率はどっちの方が高いですか多分設計図があった方が確率高いですよね。うん。で、あと設計図があるとどういうことになるのかっていうと、その設計図を 元にに家を建ててる上でいいろんな部品っていうのが明確的に分かりますよねじゃあ、ここの家の骨組みのこの柱の、えー、じゃあ何本必要だとかね。じゃあ、その家を建てるために、明確的な必要な材料がわかりますよね。ということは、その材料集めできるじゃないですか。でもね、これが設計図なんか作ってもね、いや、そんな頭の中でそんなね、未来のことなんかわかんないのに、そんなの描いたところで、 何や意味ないじゃんって言ってる人は、多分まあそんなもんなんですよ。だけど設計図を描ける人って、その設計図通りに行くために、いろんな部品を揃え始めるんですよ。だから高確率で、まあその、なんだ、家を建てられたりとか、家を引き寄せたりとかね。なんかいろいろなんか起こってくるんですよ。まあこれがなんか、なんか引き寄せの法則みたいに言われたりするかもしれないですけど、実は、 そう,いうことなんですよまあこれを心理学的に言うならば赤色を意識して街中を歩いてくださいって言われると赤色が目につくんですよ今まで赤色入ってこなかったんだけど赤色の情報がこう入ってくるんですよ例えば赤色のポストを今日は意識して歩いてくださいって言ったらあれこんなところにポストあったっけとかねわかります普段通ってる道だけどうんなんか入ってくる情報が変わるんですよねだから意識が変わると入ってくる情報が変わるってことです 意識って何かっていうと自分の意識の中でその自分の、うん、人生の未来の映像をより鮮明にできる意識があるかどうかですね、うん、これちょっとね深すぎてちょっと理解できないかもしれないですけどまあ、ちょっとね落とし込んでお話しした部分もあるので、まあ、理解できる方は理解していただいてあの自分がどういうふうな 最終的に人生を手にしたいのか、どういうものを手にしたいのか、よりそれを鮮明にイメージすることですね。ただし、イメージしただけでも意味がないですよね。うん。だから、イメージするプラス、じゃあ、それを具現化するためには、日々何をやるのかっていうのも、これ、行動も伴わないとダメなんですよ。うん。ただ、でも、イメージも大事だし、行動も大事だし、両方大事です。ただ、イメージしなければ、 まあそれをどんな部品集めればいいのかわかんないですから、設計図作んなかったらどんな部品集めなければいけないのかわかんないんで、まあそこに近づく可能性は非常に低いかなというところですね。いや車の例で言うならば、まあ,あまああんま長くなっちゃうんで割愛してちょっとお話し,しますけど、あの、一旦ですね、まああの車、BMW を僕買うときに、あの、もうなくなっちゃったって言われたんですよ。最初、 あの,あの、探したところ、こんなん出ましたね、つって。で、見積もり出すんでって言われたんですよね。で、見積もり出てきて、で、あのローンにも通りましたっていう。実はね、買うまで2社挟んでるんですよ。で、1社目のそ,そこで、あの見つかりましたって言ってね。で、あの審査も通りましたと。うん。で、あのど、どうですかっていう。で、早くなくなっちゃうと思うんで、早く連絡くださいって言って、ちょうどね、 ちょうど、次、その連絡くださいって言われて、次の日がその会社の休みだったんですよ。ね定休日で。で、その定休日挟んで、次の日連絡が来て、すいません、もう亡くなっちゃいました、みたいな。マジか、みたいな。結構買う気満々だったんですよね。ああ。まあ、いいかしょうがねえな、と思って。で、結構諦めてたんですよ。諦めてたんだけれども、なんか気になって、カーセンサーをね、ちょいちょい見てたんですよ。 ちょいちょい見てたら、その2、3週間後ぐらいですよね。<laughs> 2、3週間後ぐらいに、その、一番最初にね、見積もりしていた、あの、どっかにディーラーになんか行ったみたいな車がですよ。ポンって出てて,て、マジかこれじゃんみたいな。まあ、その、の、言われてた説、あの、なんだ、装備品とか全部一緒で、色も一緒で、その装備品も全部一緒で、これ間違いなくねみたいな。あ、ここのディーラーに行ったのかみたいな。 で、すぐ、しかも、僕がたまたま発見したのが、その、カーセンサーに記載した次の日ぐらいだったんですよ。だから、すぐだったんですよね。で、あの、ニューみたいな書いてあったんで、おお、なんか出てるみたいな。あ、これだみたいな。で、すぐ電話して、で、すぐ、あの、落とせました。<laughs> だけど、なんか、あの、その日に電話して、その日に決めたんですけど、<laughs> 決済をね。だけど、その日になんかさ、まあ、わかんないですよ、これは。あの、営業の、 営業マンの、あのー、話術か、もしくはよくあるパターンか分かんないですけど、いや、今日実は、あの、お客さん来る予定入ってるんで、あのー、みたいに言われて、<laughs> まあまあまあ、あのまあ、今日決めないともうやばいよ、みたいな感じですよね。うん。で、まあまあ、今日、まあき、もともと決める気はあったんですけど、速攻電話して、速攻決めましたけど。だからこれも、意識がいってなかったら、ね、 一回諦めたわけですよ。わかりますで諦めて、だけど意識はまだいってるんですよ。だから意識いってるからカーセンサー見,見てたんですよ。ちょいちょい。でも毎日は見てなかったんですけど。でも意識があるからそこに情報を取りに行った結果、たまたまあったっていうね。これちょっとね、奇跡ですね。ちょっと僕の中ではすげえなと思って。まあちょっと話だいぶ割愛してるので、まあ、あんま伝わらないかもしれないですけど。 まあその意識がどこに行ってるのかによって取る情報も変わるし取り方も変わるってことですね、うん。まあいいや。まあちょっとね、難しい話かもしれないですけど理解できる方は理解していただければいいんじゃないかなと思います。では、いってらっしゃい。